2019年イギリス保守党党首選挙は2019年6月から7月にかけて行われたイギリス保守党の党首を決める選挙である投票の結果ボリス・ジョンソン前外相が選出された保守党党首からの辞任を表明する名首相2016年のイギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票の結果を受けて同国は2019年3月27日に EU から離脱する予定であったが、アイルランドとの国境管理問題から EU との関税同盟には残るなど穏健な離脱を目指すテリーザ・メイ投手と完全な離脱を目指す保守党内の強硬派との対立が解けず、下院議会は予定の期限までに離脱規定を可決することに失敗し続けた。名首相は労働党との協議に活路を求めたが、これもうまくいかず、 再度の国民投票実施の可能性に言及したため、保守党内の求心力を失い、5月24日に党首辞任を表明し、6月7日に退いた。本件はこれに伴い実施される保守党党首選挙である。候補の乱立防止のため、立候補に必要な推薦人の会議員を従来の2人から8人に増やした。6月10日に受付が締め切られた。 6月13日の第1回議員投票では最低16人6月18日の第2回議員投票では最低32人の支持者を集めないと次の投票に進めない議員投票は6月13日、18日、19日、20日に行われて最終的に2人まで絞られ6月22日より保守党党員約16万人による 郵便投票が行われる。結果は7月23日に発表された。以下の10人が立候補した。各投票のうち、太字は、得票数1位。5回の議員投票すべて、離脱強硬派のボリス・ジョンソン前外相が1位を獲得した。6月13日に行われ、アンドレア・レッドサム前会議院内総務、マーク・ハーパー前会議院内幹事長。 エスター・マクベーゼン雇用、年金賞は17票に満たず、ここで脱落した。また、翌14日には7人中6位のマット・ハンコック保健賞も撤退を表明した。6月18日に行われ、ドミニクラーブーゼン EU 離脱賞は30票にとどまり、ここで脱落した。6月18日に行われ、ローリー・スチュワート国際開発賞が27票にとどまり、 再開で脱落。6月20日に行われ、サジド・ジャベド内相が34票にとどまり、再開で脱落。第4回議員投票の直後、6月20日に行われ、ジェレミー・ハント外相が僅差で、マイケルゴーブ環境省を下し決戦投票に進出した。6月22日より郵便投票が開始され、7月23日に結果が発表された。 92,153票を獲得した、ボリス・ジョンソン前外相が46,656票のジェレミー・ハント外相を下し、新党首に選出された。ありがとうございます。